はい、どうもチェリーです。どうも、そうはドランジスタです。メジナスブラザです。はい、今回ですけども、焼き終わりのやっぱ焼肉、いや最高っすね。これがね、結局ね、やっぱ焼き肉が一番好きなやつなんですよ。これはもう俺も名人も多分過去何度も経験してる、焼き終わってから焼肉行くみたいなセットなんですよね。で、今回はね、4人で好きなだけ焼肉あんあんで食べまくって、あんあんするとやっぱ安いところですよね。安くて早くて美味しい。俺来たことないんですけど、噂で聞いたんで、めちゃくちゃ安くて食べれるみたいな。食べ放題せずに普通に一品一品頼んでいって、ここ安いんで言っても合計金額はやっぱじゃんけんで負けたやつが自腹。おまたやってくるんです、ね、またか言っても知れとる。まあ確かにいいお店ですもんね、ここ安くてね。で、一応まあ俺ら以外にも前さん、佐々木さん、そして野球の時ね、いろいろ手伝ってもらったバッティングピッチャーの田中さんと、マジっすか、キャッチャーの方来てもらってるんで、はい、お願いします。ありがとうございます。もう食べてもらって、こっちの分も誰かが、今回だから8人分の、すごいなそれ、8人焼肉代も手を割らないといけない。結構8人ってえぐいかもな。いやでも言っても安いんですよ。これってじゃんけんは田中さんとかも参戦するってことですか？田中さん負けてもそこまで払います。これ背負うんだったら、何やるはずないでしょ。確率上がるだけや俺の。時もらってるじゃないですか。だからそういうので油断するとマイナス20万とはなっちゃうのよ。なるのよ。いい一品じゃないですか。別にお世話になったわけです。確かに感謝の心を込めて。ちょっと静かにして。野球終わりだからみんな楽しく食べようよ。そんな、まあ、一旦考えずにね、誰が払うか考えず、じゃあ頼んでいきますか。はい、すげえモニターないの。やっぱじゃあ一番もう田中さんに頼んでみますか。一番ぶっちゃけしんどかったと思うんですよ。顔の焼き方見て上がるんですよ。6年ぶりぐらいに投げました。マジっすか。それであの球投げれるんすか。確かに確かに。普段はもう投げないんですか。怪我しちゃってから。あ、怪我しちゃった。怪我しちゃった。怪我したのに投げるはず。肩やっちゃってからしばらく投げてた。それであの球投げれるんすか。やっぱすごいな。すごい。フォームがかっこいい。確かにフォームめっちゃ綺麗やった。でもそれでもエース張れなかったってことを考えたらやっぱすごいっすね。甲子園常連校のエースって相当すごいやつでした。かなりいましたね。やっぱいろんな中学で活躍した子たちが。なるほどなるほど。その中でしかもプロはもっとその洗練されてる。プロ行った人いるんですか、同期で。1個下にキャッチャーでましたね。すごいね。神崎高校はプロ野球いないですからね。確かに確かに。一人もいないですからね。一回もいないですよ。使うともまだこんな。それでわざわざ足運ぶ大変だもんね。はい、ブランドに石落ちてますからね。俺だって昔野球入った時、最初グラウンドの草抜きと石拾いが始まりましたからね。それ結構ありえないことでしょ、ね、ありえないですよ、うん、おかしいですよ、こんな人落ちてるの。危なっ。めっちゃ危ないやん。あ、頼みました。失望しました。あ、そうですそうです。じゃあ、岡村さん、誕生日やったし。まあ、まだ来てまだ来てないし、まあ、まだ頼みまくった方がいいやな。今回8人おるから。え、てか1つどれくらいするの。めっちゃ安いっすよ。あ、でも肩ロースとかは890円、900円くらい。めちゃめちゃいけるいける、全然いける。え、でも200円とかありますよ、ほら。え、めっちゃ安いっすか。ほんま200円、大丈夫。え、そんなことあるんや。カルビとか290円。え、これ多分食いすぎても5万とかいかないんじゃないですか。どんな味なんやろ、それ気になります。これでめちゃくちゃうまかった、やばい。いやー楽しみなの。いやいいっすね。お腹すいた。お腹すきましたし、楽しかったです。野球がまずもう楽しかった。打って投げて守って全部いけたよ。全部やりましたね。楽しかったよな、とりあえず。おもろいな。いや、草野球チームとかあるよね。やります、マジで。マジでやる。一回ちょっと草野球チーム食います。あ、ガチのやつね。はい、お願いします。ピッチャー田中さん。ピッチャー田中さんじゃリリーフで先発集めましょう。いっぱい投げれる。9本ね、9本ね。はい、9本で先発候補。結構いるんじゃない、こんなん言っちゃったら。じゃあやっぱセンスなんですか。もうそれは田中さん才能でかい。田中さん聞いた方がいい、それはもう。確かにセンス8割ぐらいだと思う。そうなんだ。もう超えれない壁ありますよね。あるんすね。あると思います、正直。フォームとかだって早っ。あ、早っ。さすが。あと水を2つ。あ、3つじゃない。あ、マスターも水でしょ。僕水がいい。水を3つ。佐々木さんの声4つ。ちなみにその田中さんが見た実際出会った選手でこいつはちょっと1個抜けてたっていう人いたんですか。そう、確かに。実際対戦した選手でもこいつはもうヤバかったみたいな。あ、確かに確かに確かに。対戦はしてないんですけど、あの甲子園練習って、甲子園出場すると試合前に1時間ぐらい練習できるんです。へー。その時に僕の前の高校が長崎の聖光高校だったので、はい、あの今村選手。うわー、はいはいはい。すいません、牛タン塩辛い。早っ。試合野村選手。え、左のですよね。右です。あ、右です。はい、下がいい。カープの。あ、カープのポケモンです。どう違ったんですか。いや、もうまず体が違うんですね。一番かっこいいね。質も違います。
無理だなって思いました。そうそうなレベルだったね。見てもじゃあ潰した。早い早かったな。早いな。田中さんもプロ目指した時期あったんですか。そうですね、中学ぐらいまではそういう夢はありました。あった、高校でも甲子園出てるから。いや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 、でもやっぱエースがいたんですもんね。そうです、たらやっぱりこれめっちゃうまそうやな。でもダンス確かにめちゃめちゃうまそう。これが言っとった関西のところのタンと似てる、ね、牛タンと似てる、めっちゃ似とじゃあ田中さんもこっちで勝手にもう焼いちゃって、はい、お願いしま す, い, ます。いっちゃいましょう。野球終わりの飯っていいっすね。俺13年ぶりやったんですよ、野球計算したら。あ、13年でもそれであんだけ体を動けるって相当覚えてるんですね。確かに、やっぱ体が覚えてると思う。やっぱ言うて中学3年間やってきてショートバウンドの取り方とか、うん、投げ切ってセンスやと思うな俺正直。やっぱ田中さんが見てやっぱセンスあるなと思ったのは誰なんですか、やっぱ名人さんは本当にうまいな。いやー、うまいっすよ。日本語の着こなし、でも着こなしでなんとなくやっぱ、あ、わかるんですか。なんで、全然さん、ゆかるさんはもう、なんか着こなしから、すごいやっぱ、出てるんで。3年間でかいな、高校3年間で一番大変、大変ですからね、一番辛いですからね。めっちゃうまいっすね、うん、これ塩だれケーブル、うまっ。クオリティ相当高いっすよ、これ。これうまっ。ちょっと火通るもうますぎて、これちょっと一旦肉の前に、まず、あとこのキムチ。え、キムチめっちゃうまい。キムチ、普通にうまいな。ドラフト会議、友達。そう、見たいんだよ。でもなんか、パリーグ TV 見れなかったっぽいな。パラダうまっ。味付けめっちゃうまいな。うん。意外に焼けへんっていう。うん。中心で焼かなきゃダメだから。実際名人も野球部終わった後とか野球部食べてたの。あ、食べに行くって、まあ、家とかになった。うん、あ、いける。はい。え？え？焼肉、行きます。じゃあ、いただきます。あ、めっちゃうまいわ、普通に。全然うまい。これでこの値段やったら来るわ。なんかこの庶民の焼肉感があるというか、なるほど。俺が田舎で食べとった焼肉と似たような味がするというか、はいはいはい、懐かしい味。結局一番うまいのこれっていう焼肉。ご飯も進みますからね。これもしかして炭火にこだわってるというか、炭火にすることで焼けるスピードが遅いじゃないですか、うん、食べ放題の人がお腹いっぱいになるっていうの計算入ってるもんね。あ、なるほどね。いや、まあ、リアルな話、リアルな話ありますけど、読みだね、それね。多分ね、その満腹感を上げるっていう戦略ある気がする。なるほどね。確かに、だって自分でコンロ持っていくわけにはいかないもん、ここは。はい、確かに。そういうのも計算されそうじゃないですか、綺麗になんかこの値段をやっていくには。あなんかガチすぎるよ。聞いてみる、店長に一回、はい、唯一不満点があるのは異常に焼けないんですよ、これ。確かにね、マジで焼けるの遅いっていうところありますね、明らかに。ヒカルが焼肉店やるとしたらやっぱすぐ言う、それ。まあでもそれが狙いだったら言いづらいですよね。ああ、なるほど。で、焼けないことに意味があるっていう話がありますよね、だから。なるほどね、まあ、普通で焼けた方がいいじゃないですか、うん、でもそのこのチェーン店がこんな放置しとくってことを考えたら、これじゃないと回らないっていうシステムだったりしますね。なるほどね。あ、まあまあまあ、でも何事にもやっぱ意味があると思うんですよ、このレベルになると思う。なるほど。どうぞ、さまさん、美味しいですか。めちゃめちゃうまい。しかも俺、お腹痛いから食えないと思ったけど、やっぱ食えちゃうね。結局ね、食べ始めたら、ね、結局食っちゃうんだよね。ご飯うまいよ、うん、顔やばいっすね。顔やばいっす。なんだ顔やばいっす。ユバーバーみたいな顔しますよ。ババーじゃん。俺のイメージ、なんかドラフト会議で1位指名されてそのまま順調に行く人って意外に少ないイメージあるんですけど、うんうん、こっちの方が多いですか。その留意通り活躍する選手が多いのか、それとも逆に裏切るパターンが多いのか。いやでも本当にどっちもどっちなんじゃないですかね。どっちもどっちっすよね。やっぱ1位でも活躍しない人いれば、下位でも。逆に誰がいます、そのこいつはドラフト1位絶対やって言われて本当に活躍しちゃった人って誰がいるんですか。いや、それこそマー君とかそうですよね。あ、そうですね。他に翔平とかダルビッシュもそうですね、確か。ダルビッシュもな、そうですね。ダルビッシュ1位ですよね、ドラフト。ダルビッシュ1位ですね。でもあんま競合しなかったですよね、ダルビッシュ確か。だからそう考えるとやっぱドラフト分かんないよね。清宮とかどうなってるんですか。清宮選手はでも着実に成長はしてるんじゃないですか。中田翔ってやっぱすごいですか。いや、結局今だからホームラン同率1位ぐらいですよ、多分。へ、浅村選手これと同い年だからね、中田翔選手。あ、そうなの。へぇ、同い年。でもなんか清原の後継っぽいイメージあるっすけどね、なんかちょっと。確かに確かに、雰囲気的に。確かに、ね、同じ雰囲気持ってません。うん、いいやつかっていうとね、大阪桐蔭ですね、違いましたね。大阪桐蔭、そうですね。1年生の時でも146と放ってましたね。すごっ。え、高校1年。そうそう、びっくりしちゃったもんね、それ見て。上にだったらあれですよね、2人山川さんもいましたよ、2校上に。そうですね、いましたね。大阪桐蔭、辻内どこ行った。今ジャイアンツ引退して何やってんですかね。引退したんですか、はい、え、そうそうそう、だいぶ前、めっちゃ高い選手ですね。確かに、そうそう、左の懐かしい辻内、それこそ左のですね、左の、はい、懐かしいな。本当うまくいかないって本当分かれてるんですね。そうそうそう、ちなみにオリックスもね外したんだよね。で確か最初なんか選択がオリックス行っちゃって、でなんかそのミスででなんかこうありがとうございますみたいになったんですけど、いや、あ、巨人でしたみたいな言ったらめちゃめちゃ喜んでた。辻内選手ですよね、それ。内海選手か辻内選手、どっちかなんですよ、それ。これでも、選手からしたら辛いですよ、その間違い。まあ、そうなのよ。悪くないけど、全然悪くないの。それはさ、さすがに2日
普通俺はファンだからさ、それはオリックスだったら嬉しいと思うんだけど、自分プロ野球選手でも普通の人じゃやっぱ巨人の方がね、ブランドももちろんあるからね、あと金も違うでしょ。まあまあそうなん、そうそう、ブランド力ありますオリックスって、うん、日本一になったことっていつあるんですか。じゃあイチローの時だね、田口、あ、大木監督時だね、時以来ないんすか。ない。で96年ぐらいかな、一番優勝してないのが今オリックスだったじゃん。え、どうなんだろう。千葉でもロッテは確かプレーオフで日本一になったんですよ。ああ、日本一ね、うん、ベニーとか食べてる、ベニー全然懐かしい。ロッテファンですから。ロッテファンなんですね。応援してほしいですよね、オリックスを。うん、少しでも、ね、オリックスの魅力って何なんですか。それ知りたいです。オリックスにしかない魅力って。小野さん、オリックスのファン歴何年ですか。いつまでだったんですか、オリックスの。スタートどこだったんですか、オリックスファンになる。もうあんま記憶ないんだよね。親が、親がとか。いや、親もないし。なんか多分、ブルーウェーブの時にユニフォームがかっこよくてファンになったのかな。それだけだから。でも青やのに緑なんですよ、今は。そうなんだ。緑の、だから南海ホークスが俺の時にあれば好きだったかもしれないね、南海が。イチローの存在でかかったっすよね、正直。まあ、そうね、オリックスってイチローのイメージしかなかったっすもん、まあまあね、正直。確かにね。それがやっぱついちゃってるもんね。未だにオリックスイコールイチローだもんね、やっぱり。そうですね。オリックス今出てきてますもんね、先発と4番が。そうですね、吉野部さん。やばいっすね。やばいっすね。ああいうのはもう、揃ってきたらやばいっすね、オリックスが。そうですよね。なんか突出してる人はいるんだけど、その次の。経験値が。そう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 。スタメンですよね。まさに。総合力ってことだよ。だからまあちょっと軽いネクステみたいな感じ。力の一投みたいな感じで、一流はいるけど、その下はもうちょっと支えなくちゃなっていう。今、セリーグ1位どこなんですか。ダイヤンズ。単独で。もうマジックっすよね。ついてますよね。いや、単独で。え、で、パリーグがソフトバンクです。ソフトバンクもそう、熱すぎません、まあ、強すぎるやん、圧倒すぎません。ロッテも今年調子良かったですからね。調子良かったっす。サムラが来てから、いや、そうですよね、確かにやばかったっすね。まあでもやっぱソフトバンクはもう強すぎるわ。ソフトバンクのその年俸やばいですもんね。やばいやばい、マジで。金どんだけあんだよ。あ、でもソフトバンクですもんね、天下の。まあね、確かにこの年俸結構お腹いっぱいになるかも。そうっすよね。うん、絶対それ狙いっすよね。可能性あるね、はい、食べ放題で、はい、ちょっと面白いよねそれね、この戦略。でもめっちゃ、としたらめっちゃ賢いよね。そういうとこに引きずっちゃうんですよ僕。そうだね、だってもう開始早々言ってたからね。肉の味の次にすぐ言ったもんね、その戦略を。気になったとこは理由があると思ってたんですよ。なるほどね。こんなはずはないと思うもんね。逆に言ったらさ、それがあっても今こんな人気ってことは、それをカバーするぐらい美味しいってことだもんね。美味しいで安いですよね、うん、何より。食べ放題何本でしたっけ、ここって。めっちゃ安いよ、確か2000と3500円。安っ。一番高いやつで、安いやつは2800円。やばい、安いな。2000円で焼肉できる。1900円あるよ。えどういうこと。1900円の方が満腹コースって書いてますからね。サラダとかも全然食べれますからね。やっていけるんや、1900円。いや、そうなんですね。怖いな、だってウニ牛一つ頼んで終わりっすよ。確かに。そうなんだ、ウニ牛で。そうそうそう。だからそのさ、考えるとちょっと怖いね。ブランド量みたいなもんじゃないですか、含みの。もう俺らがさ、だからその地元にいた時とかさ、貧乏な時さ、20,900円とかもうふざけんなよって話だよね。ふざけてんのかなって思っちゃうもんね、ちょっとね。ありえないですかね。ありえないよね、高すぎて。マジで草野球チーム作ってやります。いや、めちゃめちゃいい。相馬さん、どこ守って打順何番がいいですか、ぶっちゃけ。その強い人入ってくるの抜きに、自分は何番でどこの守れないか、どこなんですか、希望は。相馬さんは、まあやっぱ外野だよね。やばいですよ、相馬さん。僕ずっと外野だったんでね、やっぱ外野って結構硬い。硬いですよ、ね、まあでも外野飛ばないっしょ、そんな草野球。いや、飛ぶ飛ぶっすよ。いや、わかんないですけどね。まあでも外野でミスったら本当ランニングホームランいっちゃいますから。確かに、本当に一番責任重いですよ。こんなこと言ったらもう俺 DH しかないよね。セカンドっぽいですよね。確かにね、セカンドってそれか、サードでめっちゃ強い打球を奇跡的に取るっていう。前にね、落とすっていう、はいはい、取らなくてもいいから、まあ、サードとか一番怖いよ。いや、一番怖い。セカンドが一番まだ近いですよ、ファーストに。確かに、肩がね。じゃあセカンドで、まあ、打順何番ぐらいですか、トマさん。まあ打順はまあ3番か。3番。3番3番3番結構一番いいとこ取りますね。3いいとこなんですね。いや、めっちゃいいとこある、3。一番打率高い人が行く。本来はね、多分今日の自信ついたんですよ。リアル何番だと思う。それもでも監督がさ、監督だ、誰にするんですね、監督。トラシカルでしょ、それ。いや、でも監督の本当のやつ呼びたいですけどね、本物の。本当の。え、でもシカルさんも出るわけですもん。監督本物の○○みたいな呼んでほしいですけどね。あー、ガチのガチの監督も用意して。監督すごい呼びません。監督誰すごい人。堀内監督とか。堀内だ、その一番リアルな、なんか結構厳しそうだよ。そうですね、古田選手とか監督来てほしいですけど、ね、いやー、やばいね。あと桑田選手。あー、いいっすね、いいっすね。あー、やばいっすね。厳しそう。厳しそうだね、和田選手。監督までついてやってめっちゃ面白くないですか。いや、確かにね。あ、でも逆に清原選手とか。確かに。逆にちょっとごめんなさい、ちょっと語弊がありました。ありました、あったの、すみません。YouTube やってますからね、今。そうそう。あ、え、清原選手出てきてますから、結構いろんなチャンネル。おー、確かに。でもやってくれないか、さすがに。ワンチャンありそうですけどね。じゃあ名人は何番がいい。ポジションどこですか、名人。確かに気になる名人。今もうキャッチャー無理でしょ、腰的に。はい、
サード。サードね。ショートでもしんどいんですよね。サードかっこいいですよね。サードにしよっか。強打のね。決定なんすか。サードにしよう。何番なの？でも僕はでも6番か2番か。じゃあ4番だ。間を取って今日のだけ決めたら、まあ、言うて名人4番だよね。まあまあまあそうですね、うん、チーム内で呼ばれた方がいいもんね、この中で、はい。じゃあヒカルはあそこが一番いいかな。そっか、何番なの。一番回ってるのが1番かな。おー、はい。じゃあ次は田中さんは。はい。まあでも大事ですよ、聞いとくの。田中さん聞いとくの大事ですよ。希望の。でも田中さん左ですもん。確かにそうなんや。なんで限られちゃうんですよ。確かに、はいはい、一緒や。田中さんセンターにいたら結構安心感あるけど。まあね、カバーできますから、ね。確かに。センターすごい大事ですよね。確かに。区間で一番見れると思う。確かに。H2 のキネがセンターに入った時の安心感ね。打撃はもう全然ポンコツなんで。いや。いや本当なんですよ。バット振ったら怒られてました。ストライクまでは見逃せみたいな。そんなレベルだったら田中さんが怒られるんだったら俺とかいたらどうなっちゃうんだろうマジでどうなっちゃうんだろう。じゃあやっぱ田中さんは5番か。じゃあ矢野君も9番。9番リリーフでお願いします。リリーフ田中さんリリーフやばいな。松浦さんは。僕はブルペンキャッチャーです。あ、ブルペンキャッチャーブルペンキャッチャーブルペンキャッチャー。もうちょっとだから本当のガチ勢一人だけちょっとチート盛り込んでおきたいですけどね。あー、やばいっしょね。やばいっしょ、もう一人だけチート欲しい。ショートかセンターになる欲しいっすよ。ピッチャー欲しいな。ピッチャーチートってやばいもんな。確かに。でもその球を受けれる人おらへんって意味ないから。あー、そうか、キャッチャーだからピッチャーとキャッチャーセットでもう外注しちゃってバチバチヤバい人連れてきますよね。上手い人入れすぎずにこの下手くそ感で小学生の全国大会とかのやつ仕掛けません。あいいね。マジでちょっと生意気な、いや俺ら上手いじゃんみたいな、はいはいはい、っていうやつらをもう大人の力でボコボコにするっていう。めっちゃ強そうだけどな。小学生に負けんやろさすがに。言って、うん、何キロぐらいやないのか球。いやでも言って体格限界あるやろ。100は出ないで。100出ないか。出たらいい方だね、うん、小学生って勝てるやろさすがに。まあ、小学生はさすがに全国1位でも勝てる。全国1位の小学6年生の武蔵野タイガースみたいな、なんかちょっと少年野球のこれから中学上がったらもうバチバチやるぞっていうやつが。そうだね。その若い目つぶとるっていう。そうだね。大人の怖さは、ね、でそこ勝ったら次中学生行くっていう。いや、なるほどね。中学生やったらやばいっすよ。中学生確かちょっと助っ人呼ばなきゃダメです。じゃあ中学生1年生からにする。あ、そうですね。中学1年生から1年生が徐々に限界を限界縛りでやっていくんです。じゃあもう中2ぐらいからきつくなってくると思う、リアルに。ちょっと1回やりたいのは智弁和歌山ぐらいの俺が分かってるようなところでやってみて、はい、それはやばいな。智弁和歌山絶対やってくれないよOB だったら分かんないけどね、はい、智弁和歌山の2軍3軍とかってありそうじゃないですか。ワンチャン強いな、うん、ワンチャン絶対強いよね。1軍レギュラー陣じゃないパターン、うん、それワクワクするやつやん。そう2軍3軍倒したら1軍出てくるみたいな。そうスポコンのね、よくあるやつ。正直智弁和歌山クラス倒そうと思ったらもうピッチャープロレベル呼ばないと多分勝てないでしょ。いや、そうだって俺らっていうハンデがあって勝つっていうことは確かに。もう例えば俺がライトに守ってたらもうライト打たせないピッチングとかできるぐらいの勝ですよね、多分ね。だからもうメジャーみたいな話ができますよね。メジャーの青春がカイドウに勝とうとしたみたいな、資源のゴールだけみたいな。ゴロいるな。ゴロしか打つからな。確かに、一人でいけるもん。ゴロ打てんだ。ゴロめっちゃ打ちますよ。ゴロ打つんだ。ゴロやばいっす。ゴロやばいっすね。まだ見てないっすよ、メジャー。メジャー見てないっすよ。ええそれ、毎回怒られるな。でも、ゴロを実在するとしたら、もう大谷選手じゃない。ああ、確かに。もう間違いなく。ああ、じゃあ、間違いなく。ストレートめっちゃ速くてさ、打ってもよし、守ってよし、走ってよし、みたいな。確かに。じゃあ、大谷選手か。大谷選手呼べてやばいよ。めちゃくちゃっすからね。誰なんだろうね。でもちょっと楽しいですね、会議。ヘルにバッテリーむずいね、会中するの。でもちょっと普通になんかそのおっさんたち相手でもやるのも面白そうですけどね。あー、面白い。赤谷のチームとかありそう。赤谷チームみたいな、はいはい、地元のガチのね、ガチのおじさん、ガチのおじさんたちでも結構上手い人いるじゃん。たまになんか熟練のみたいな。確かに。どういう人たちでやるのも面白そうですよね。全員四十肩みたいなのも面白い。みんなサイドスローみたいな。面白いけどね。昔野球やってた人ってやっぱ上手いですもんね。動けなくてもやっぱ上手いじゃないですか。面白そう。ログマサはどこがいいの？ポジション。そうそう。ログマサ最後聞こうと思ってて、そのまま忘れちゃったって。ごめん。いやー、どこなんですかね。ポジション知らないですよね、あんまり。そうなの、そうなの。キャッチャーやってみたいって決まりました。やばい。一番むずい。あ、そうなんですか。一番むずいぐらい。キャッチャー舐めてるやん、めっちゃ。いや、やっぱりなんか昔兄貴やっててキャッチャーしてたんで、まあ、80球ぐらいの球なら取れますよ。なんかそのタッチみたいな入り方がね、素人だけど。キャッチャーってバットと振られたら全然違うで。バット振ったら重なってさ、ボール見えへんかったし。あ、そっか。めっちゃ怖いで。それ絶対無理だな。今日めっちゃ怖かったっす。マスクなかったんで。あ、怖い。その中で田中さんのボールボンバン。マジ怖い。一番めっちゃ熱いし、一番しんどいですね、うん、地味で。今日ロケマスさんが僕さん入ってくるオーラで言うとロケマスさんが一番やっぱ怖い。オーラ
ターがね能力なしにして、はい、もう取るためで、はい、ベーブルースみたいな本当に前も言ったけどなんかっぽいよな、なんかベーブルースベーブルースっぽいなんかその昭和20年のそのアメリカの野球選手みたいな、そうそうそう、いやあれ比べてほしいもんね、ね、それを何も知らずにやってるってやばいっすね確かにナチュラルな野球やっとってうまかったかもしれない、もしかし確かにね、でも4番発投タイプじゃない、ワンちゃんキャッチャーで知らんか知らんかよ、うん、で4番キャッチャーの体格やで、ガタイはガタイいいよね、とかその威圧感もありますもんね、正直打たれると思ってなかったんですか、俺びっくりしましたもんまあそうっすよね、最初のめっちゃいいヒットでしたよね、ライト線すごい綺麗なヒットでしたねあれすごかった、びっくりしたもんね、びっくりした俺もえって思ったもん、ヒカルさんのライト線もすごい、あー確かに確かに、へえこのはまあ、ね、正直言ってですね、はい、あれあのレフトフライだった、あー本当にいたらですか、本当にいたらなんでそんなこと言うんですか確かに許さないですよ、ですよ、近かったです、近かったからね、それ考えちゃったらやっぱゲーム性あれなんでちょっとカットしましょういやでもなんか思ったより飛ばないんですよね、本当にあなんかもっと飛んでる感じするのにこんな飛ばないんだっていう、でもそもそもすごかったですけど、あんだけ飛ばすの、いやそもそもすごかったで、野球経験者じゃないじゃないですか、マジで、いやまあ1年ね、ほぼないもんねこの野球なんて、足んないと思います、結構練習しないと、うん、確かにびっくりしました、いや僕もびっくりしました本当にキャッチしてボール来なかったんでびっくりしました、あなるほどあれっていう、中さんも終わりにしたいから俺に打たれた時めっちゃ喜んでた終わりにしたいからもう終わると思って確かにあれでもう決まったって感じでしたもんね、正直もうそもそもヒットでやっと終わるっていう顔してたから確かにな、そもそもってあれもうツーベースだったもんな、ほぼほぼ決まりやったもんな、うん、その後俺まで打ったからな、そう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 、とどめの打ちやった完全にネット思ったら名人結構大きいの打つっていうファールだね、あれはびっくりしましたけどね、あびっくりした、実際その短冊でも全部うまくね、肉めっちゃ美味しい、でももうみんなそんな食わなくなってきてね、結構お腹いっぱいになってるんですかね、マジックやなこれ多分、そういうこと普通にあるわ、高いですね、うん、気ありやな、面白い絶対、肘も結構乗り気だったもん、はい、マジプライベートで草野球やろうっていうちょっと考えあるらしい、そうなんやメニュー、はい、でもやっぱでも友達という仲間がおらへんってできんもんな、はい寂しい理由やん友達友達いないみたいな、やばいもうメニュー友達おらへんから無理やんみたいなびっくりしたわ今確かに刺しますね結構確かに名人が一番言われたくなかった確かにでドストレートに言いましたね、そうだね、一人じゃ野球できないもんだからパープルやってんの、あんなに草球チーム俺が作ったら結構でかいと思うけどな、マジで俺がチームのリーダーになって入団テストとかしたらヤバそうじゃない、まあ、資金力ありますからね入団テストヤバくないそれ確かに総合力判断っていう、うん、これじゃあ次何番みんなに投げてみてくださいガチなそうそうそうで難しさことね、草球で下手くそだけでやるのも面白いしガチ勢を入れちゃうのかっていう難しさもありますね確かにねガチすぎると言ったらもうだって相手もガチになっちゃうでしょ、まあ、そうだね、まあ、で1人だけでもいいかもしれない、もうあの絶対に負けないようにそのベンチに最強のやつを温存しといて果たしてそれが面白いのかって言ったら分かんないね、だから俺らぐらいの節制張れるぐらいの人たちとやりたいですね、ちょうどいいぐらいの一番上手くてもまだギリギリ名人ぐらい、はい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 、なんか高校3年間はやったけど別に強豪校でやってないぐらいがいいと思うね、はいはいはい、YouTuber はありますよね、だってそういうのあるある、ウームとかでもあるしね、ウームとさ、他の球団やった時の戦うとめっちゃおもろくない、あー、光連合と光連合とウームでさめっちゃで俺らめっちゃプロ呼んできてるのやばいねヒールすぎね筋力それはおもろいですけどめっちゃ蹂躙していくっていう途中途中から途中からもう選手全員9人全員プロ元プロ元プロしかあれ嫌やったみんなうわやばい肘痛いとか言って交代みたいな感じでタイトルめっちゃ面白いウーム野球部プロの選手ってぶっ潰してみたそれめっちゃ面白いですけどねそれもう今言っちゃったら絶対やってくんないよ確かに言わなくてもやってくんないでしょやってくんないか俺もやりたくないですしなんでなんでそんなこと言う面白そうだけどねユニフォーム着たらやっぱちょっと気分変わりますね着ることないですもんねいやないユニフォーム俺マジで人生でもう絶対着ないと思ってたもんユニフォームへえ嬉しいちょっとなんか引き締まるというかね確かに嬉しいね青春やな俺も肘痛めてなかったらピッチャーできとったもんな気合いだしね僕も中学生からの痛めたんですよあ一緒だあれってみんなってやっぱ投げるの痛いんですかね結局痛くない人なんていないですかねもう本気でケアしてないと痛いっすねやっぱ痛いっすよね痛くないはずないもんねあの何百球も投げてね、うん、そのことって普段何にしてるんですか、はい、お仕事ですかはい仕事 YouTube 関係の仕事あそうなんですか、はい、YouTube の関係の作家やってますえそうなんですかえ知らんかった
です。あ、そうなんですか。で、結構有名な人担当してるんですか。そうですね、結構でかいとこ、はい、どうなんや。サッカーって 何するんですか、YouTube。 企画とか、企画構成だったり、まあ、演出だったりもします。そうなんですか。言えるレベルの人がいるんですか。でも言っちゃいけないですもんね。言っちゃいけないっていう、そうですね、になってるんで。確かに確かに、偉いですね。確かに。いや、絶対言わない方がいいと思うんです。やっぱ信頼がなくなっちゃうんで、ここ。そうですね。はい、このチャンネル多分使っちゃうんで。確かに。手洗い行っても大丈夫。あ、大丈夫です。声渋いな。田中さんの声めっちゃ良くないですか。いいっすね。かっこいいっすね。めちゃめちゃイケボじゃないですか。相馬さんもでも結構イケボっすよね。確かに。ほんと？はぁ。ありがとう。どう？やっぱちょっと声低くした方がいいのかな。この今の声は良くないもんね。ガチャガチャガチャってなってる。ちょっとじゃあ高いっすよ。好きな人と電話する時の声やってみてください。ああ、ガチャガチャ。女の声でちょっと一回もしもしから、ガチャガチャ。もし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 。一緒じゃないですか。高いっすよ。低くくんのかなと。高いじゃん。ちょっと低音の方がいいっすか。むずいね。ちょっとやってみてよ。じゃあロケマーさん、イケボで。イケボって言ってるんですか。イケボなのに。もし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 。普通やん。名人とか意外といいのかね。いいのかね。じゃあやってみてくださいよ、その場。もし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 。いや、それもう犯罪者のやつよ。北朝鮮の加工される方、加工される方だ。腹減った。田中さんも食った方がいいですね。田中さん今日今食べてなかったんですね。食ってなかったです。田中さんなんかあんまお腹空いてないらしいですよ。熱中症っすよね。いやでもね、ここにいたらお腹空きますよ。ああ空いてきた。よかった。田中さんこの辺なんかどこか適当にもう食い出してもらっていいですか、田中さんも。食い出してもらっていいですか。投入で。田中さんも食った方がいいでしょ、さすがに。田中さんも結構うまそうだよね、それ野球。いや、うまかった。うまかった。いや、練習でやってた。ワンチャン。肩めっちゃ強い。野球やってたら一番うまかったんじゃないですか。確かに。小学校3年の1年しかやってないんですよ。ちょっと被ってるね、じゃあ。はい、経歴的には。相当うまかったですよ、マジで。テニスがあるじゃん、元が。でも何でしたっけ、名前。武蔵野タイガース。僕、大崎少年団。あー、少年団。ダサいんですよ。BTS みたいな。確かに。すごいな。田中さんのバッティング見たかったですよ、ちょっと。あー、確かに。打ちそうじゃないですか。打ちそう。めっちゃ打ちそう。どうですかね、バッティングはちょっと。飛ばせそうな気がしますね。いや、飛ばすんでしょ、だから。絶対飛ばすんでしょ。絶対飛ばすんでしょ。センスやん、結局。まあね。打ちセンスは生まれ持って打ちますからね。もう全部センスじゃん、世界。スポーツって結局それだとありません。まあまあね、正直。確かに。残酷っすよね。残酷だね。まあ、強いやつは強いですからね。まあ、まあ、だからいいよね。プロ野球選手とか見てて尊敬しちゃうよね。もう結構いっぱいですか。あ、もうちょい食えるけどね、俺は。もうちょいいける。俺ら多分食えるよね。焼けない。ほんまに。これあんまりいかなそうですね、金額。そうだね。多分まだ2万円ぐらいで売ってて。なおさら。8年で2万円だったら安いもんね。めっちゃ安いっすよ。安すぎですよ。だって飲み物で普通取るのにさ、飲み物200円だからね。それもやばい。飲み物200円なんですか。この量200円。しかもうちら8人中3人水だからね。ロケバス筋トレじゃマジでガタ良くなるじゃん、もっと。いや、多分良くなると思う。いやでも、ラグビー選手みたいになりたくないですよ。なんかもうボンボンみたいな。なってくるの絶対そう。いやでも食事制限をしなかったらもちろんなるんですよ。そうやってだからもう気にせずもう飯食って筋トレしたら体もでかくなるんですよ、もちろん。もうそういうのじゃなくて今ちょっと落としてるんで。何それいきなりやろうと思った。いやなんかもう本当気まぐれっすね。なもともとジム行きたいと思ってたんですよ。なんか体動かしてなかったんで。トレーナーつけたってこと。いやつけようかなって最初思ったんですけど、俺の知り合いに結構ムキムキなやつがいて。あーなるほどね。伝授してもらった彼氏。彼氏その考え持つのは相馬さんだけですよ、この中で。ごめんねごめんあんまり、あんまごめん、隠してることなんだ。そうだ、みんな分かってて言わないの。そうですね。キムチは似合わんから。牛丼、カルファ似合わないよね。牛丼、僕はもう細くないとダメです。キカルはマジで似合う、一番似合わないんじゃん、ムキムキ人類史上。人類史上似合わないよね。筋肉がもともと僕は野球やってた時はなかったイメージつかないですもん。僕は基礎トレーニングをしないタイプだったんですよ。なるほどね、はい、基礎トレーニングは全部断ってましたね。断るって何か、はい、階段ダッシュとかほとんどサボってました、階段ダッシュなんて今時いいのやって。俺はありました、普通に。階段ダッシュとか裸足ダッシュとか。俺らの時もありましたよ。田中さんありました、階段ダッシュ。僕ありました。あるんだ、あるでしょ。うん、それあるじゃん。雨の時は階段出しちゃう。それできないから。球って結局、うん、瞬発力やと思うんですよ。なるほどね。なんでこんな体力欲しがるやん。
いやそのずっと思ってたんですよ、こんな体力は意味あるみたいな。走って、いやそうそうそう、走るのもさ、その長距離走るわけないやん。こんなにずっとずっと体力つけて、これなんか意味あるんかなって俺持論あったんです。わかります。いや瞬発的な筋肉をつけた方がいいんじゃないかって、だからやらなかったですから俺は。まあ、意味がない、意味がないです、うん、野球ってほとんど基礎トレみたいなとこあるじゃん。結構多いですね。延々と体力っすよね。多いですよ。マジでそれを全部やらなかったんやらなかったの。持論が、なぜなら持論があるから。ホリモンみたいなやつね。そこで流されないってすごいですね。別にみんなやるからやるじゃないですか。そうだね、やっちゃうもんな。やる必要ない、みんなやってるの。それやらないって確かにいいんだよね。あんま疑問持たないですよね。変な人だわ、確かに。僕はだから問題児っていうと、なんか能力振るとかそういうのじゃないですけど、うん、単純に鬱陶しかったと思いますね。まあそうだ、今の話聞いても鬱陶しいなと思うしね。今だから笑い話でいきますけど、当時はね、きついと思いますよ。いや、お母さんとかしんどいだろうなって思っちゃうな、親御さんがね。もう慣れてましたけどね、もう慣れてるのかも。はい、慣れてましたね。今のお母さんと仲いいんだっけ。仲いいっすよ、普通に。あの時耐えておいてよかったって思ってるかもね、今ね。だってね、まあそうですね、まあ、全員信じてなかったですね。俺言ってたんです昔から。俺小学生ぐらいから自分も天才って言ってたんで。だからそれお父さんと一緒だもん。はい、俺天才って言ってて、やっぱ最初は僕が仕事して工場辞めるって時もびっくりしましたからね。いきなり僕辞めていったんですよ。その相談なく僕当日辞めたんですよ。辞めたっつって工場長にそのまま行って、残り1ヶ月と出勤どうするやんって。いやもういらないですみたいな。給料もいらないで辞めますって辞めたんですけど、びっくりしましたね、マジで。どうするんだって。なんとかなるんじゃないって言って、本当になんとかなっちゃったっていう。なるほどね。はい、決断力がすごいですよ。確かに。みんな辞めたいけどすぐこう行けない、ね。確かに。4ヶ月でしたね。早かったっす。だから早っ。辞めたのは。やばいよね。当てもなく辞めましたからね。異例のスピードでした、多分。名人、靴の開きどのぐらいいたの。1年半。結構長いですね。名人も早かったです。僕と出会ったその日に辞める決断しましたから。名人、その俺と出会ったガストで出会ったんですよ。はいはい、で俺初対面で、はい、俺の仲良かった親友がその靴の開きで働いてて、はいはい、それが後輩やったんですよ。え、あの、はい、あ、そうなんですか。そうです。後輩で紹介してもらったんですよ。なんかゲームめっちゃ好きなやつがいると。はい、ゲーム実験やってた。じゃあちょっと紹介してよって紹介してもらったら、最初名人もっとおとなしく、今よりも、いや今よりもおとなしいって喋んない。喋れない、喋れない、喋れない。せきそうよ。喋れないってとこに対して、せきそう。喋れない。本当にどんな光景かって言ったら、ガストで俺が一方的に1時間ぐらい喋り続けるんですよ。本当半分もこれなんかネットワークビジネス、アムウェイみたいな。カタカナみたいな。アムウェイの会員じゃないかと思うような感じで、あーって言って、で名人に言ったんですよ。もう多分行く意味ないからみたいな。もう今日から行かんでいいから。名人最初多分ちょっと一瞬戸惑ったんですよ。いきなりそのやめるみたいな。俺がいや、ここで決断できないったらもう人生変わらんから、うん、もう明日から俺のとこ来たらいいから、もうそれ電話で無駄欠席も何でもしょってくれたらいいから、うん、やめてくれたらいいから、ちょっとほんまに明治それ次予備が来たんですよ。やばいなお前。お前も結構やばいな。ほんとそれでやりましたから。え、それは名人の前の時にどう思ったん、それ聞いて。なんか光から言われて、あ、やめた方がいいなと思ったの。いや、まあまあなんとなくもうやめたろうかなみたいな。あ、ちょっとやめたい気持ちあったんだ。そのそもそも靴のひろきをやめたいって気持ちあったの。ひろきひろきじゃない。ひろきひろきじゃない。ひろきの靴じゃない。ひらひらひらき。それはすみません本当に。え、それやめたいって気持ちあったの元々。その時やめたいっていうか、まあゆくゆくはやめようかなみたいな感じはあったんで、まあ別にいいかなって。タイミング的に当時の俺なんかめちゃくちゃ怪しいですよ。だって光るっていう成功はしてないし、ツートンでもないわけです。でゲーム実況でお金稼ごうとしてるっていう。確かにね、肩から聞いたら怪しすぎない？いや怪しい。しかも目も怖かったしね、昔もっと、まあまあまあ、もっと怖かったからね顔。そこについてきたらある人やばいでしょ。まあそのついてきた名人も怖いもんね、うん、なんなら。でその後めっちゃおもろかったのが、俺の親友が靴の開きやめたんでね、うん、で名人誘ったんですよ、うん、でその一緒にそういうのやってたんですよ仕事、うん、そいつは名人が入ってきて1ヶ月でやめました。だから名人を靴の開きやめさせだけやめさせて、引き抜くだけ引き抜いて、自分は責任持たずにやめていった。それとそいつ結構やばいね。でその後に名人に言ったんですよ、うん、で正直みたいな。名人の上司先輩なんそいつが、うん、名人がじゃあそいつの関係深いわけですよ、はいはいはい、聞いたんですよ。名人やめてあげるみたいな、強兵って言ったら、強兵やめたけど、うん、どうするみたいな、やめないとやめたらいいでって言った時に、うん、いややりますって言って続けた、それなんで楽しかったの。多分楽しかったでしょ。正しかったね。そうっすね、やっぱ大成功。大成功。なんか結構名人ってやっぱさ、芸人の時もそうだけど、結構運もいいよね、もともとなんか持ってますね。持ってるよね。確かにビンゴもそうやん、うん、結構運強いんだよね実は。これだったらね、多分まず普通の開いキラキを辞めるかどうかって言ったら結構微妙なラインだもんね、うん、まあそうっすよね、そもそもね、はい、ロケマスだったら辞める、それ
いやどうだったっすかね。俺大学行ってたんで。ロケバさんロケバさん大学行ってました。あ、そっか。それを辞めたねって誰。辞めました。あ、ロケバさんも辞めたんだ。バイソンも取ってるやめてるんで。僕の周りに辞めていくんですよ。だからもう光る教員やんこれ。ただの。洗脳。うん。いやすごいねでもそれは。僕も美容室辞めてますからね。あ、やばいやばいやばい。佐々木さんまた異質だけどね。ちょっとやっぱちょっと違うよね。ました佐々木さんもどちらかというと狩る側の人間だからね。確かにね、ハンターですね。ハンターだから。その時の2人の話きてえな。俺何話か覚えてないですけどね。正直ガストで話したのを覚えてますけど。めっちゃ見たいけどねそれガストでね。うん、俺見なかったんですよ。前園なかった。そう、前園なかった。前園なかった。前園さんは何にも聞かされずに、いや名人増えたでっていうので、うん、高橋和樹入ってきたんですよ。で、前さんは誰みたいな。それで前さんが言ってるから、いやこれいきなりで大丈夫なんて言ってるんだよ。うん、まあそうよく分からへんね。で、俺はもういや大丈夫大丈夫みたいな感じで。で、その時名人に払うお金とかなかったでしょ別に。いや最低限あったんですよ。あ、そうなんだ。でも言って安かったっす。あ、安かった。安かった。多分15万とか20万ぐらいだったっす。うん、まあでも最低限、まあ最低限は払えたんで。でも安かったっすよ。靴屋だったんだね名人で。まあまあ何でもやスーパーみたいな。スーパー、はい、一応靴はメインですけど。何でも売ってますよ靴屋。食品とかスーパーではなんかスーパーもやってるんですけど、メジが大好きなのは工場の中みたいな。へぇ、あ、そうなんですね。じゃあもう完全裏だったんですね。そう、裏方。あ、そうなんだ。喋んないメジをもうちょっと見たかったな。7年ぐらい前か。はい、6年ぐらい前ですからね。そう考えると長いね。長いですね。2人。はい、田中さん飲み物食べますか。いやもういいかな、お腹いっぱいかもね。アイス食べようかな俺も。確か俺もアイス食いたいね。名人5皿いってますからね。アイス、いやめちゃめちゃ食ってる。マジで、はい、アイスアイス5皿なんか餅みたいなやつね。いやうまいなんていうの、うまいピノみたいな。へぇ、ピノだった。ピノではないけど塩アイス俺食いたい。あ、塩アイスいいね。塩アイス食いたい。田中さんがちょっともうお時間が。あ、了解です。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またお願いします。ありがとうござい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 ました。じゃあもう6人でガバガバ振っていって。ラストスパート。バイスさんがまだいるんで。今、タン5人前頼みました。ありがとうございます。いいね。またこの激辛。トモさん、仕事中にドラフト会議バッキンして。ごめんなさい。片手はダメでしょ。それダメですけど、今日野球じゃん。ドラフトに繋がってないですか。ダメですか。うざいな。ダメですか。やっぱその夢の先がプロじゃないですか。まあまあまあ、まあ、てかオリックスにいい選手で。はい、調子でも始まってる。やばい、出遅れた。メジも気になるよな、ちょっとな。ほら、ちょっと1位だけ。1位だけだって見たくない。ちょっと確かに、そんな見たいですか。リアルタイムでめちゃめちゃ見たい。じゃあ10分間で1万円払ってもいいですか。ちょっとごめんなさい、本当に勘弁してください。勘弁してください。払いましょう。いや払わないよ。トモさんいいっすか、ドラフト会議オッケーする代わりに自腹で。あ、いいっすか。いいっすか。じゃあもうみんなやめます。早っ早っ。見たいけど。まあ別にいつでも見れるじゃん、そんなリアルタイムで。いや別に見ないよ。2020のドラフトは今しかないです。だって結果わかるじゃないですか。結果じゃなくてリアルだよ、もう今しかない。おー、何だって。え、確か火が油じゃん。一気にお酒さんによってすごいね。いきなり火めっちゃ強いな。うまっ。食いやすい。これ最近小学校の友達と会ったんですよ、うん、で、まあなんかその昔からなんかそのカード配ってたとか言ってたじゃないですか、うん、で俺本当に記憶なくて渡してたのは覚えてるんですけど、うん、最近会っていろいろ聞いたらなんかそのカードの渡し方もなんか公園あるじゃないですか、うん、俺マジで記憶ないんですよ、うん、公園があってなんか公園の倉庫入れみたいな四角いボックスがあったんですよ、うん、俺がその上に乗っかって上からばらまいてたらしい、でみんな下で受け取ってたんで、それを言われない。俺めっちゃびっくりしましたね。めっちゃ嫌なやつやん。バラバラな子で、なんかその一時期なんか小学校の時にバトエンが流行ってたんですよ。めっちゃあったな。はいはいはい、小4とか3ぐらいですかね。でなんかそのクラスのみんなでやっぱなんかバトエンってやっぱ持ってたら募集されるんですよ結構。でそのバトエン持ってるやつもなんかそのやっぱ金持ちが多かったらしいんですよ。だからその本当数人しかいなかったみたいな、そいつらの言い分では。で、まあ言い分ではそいつら真実が出てるだろ。それでそのまあ数人しかいないじゃないですか。で俺持ってたんですよ。で俺めちゃくちゃ持ってて、で俺がそのまあばらまいたりとかしてて、で次の日からみんなバトンやり始めて全部募集されてみたいな、みたいなあったらしいですね。ばらまくしてて、やばいですよね。いや俺マジで記憶ないですもん。ほんまの金持ちに、いや漫画に出てくるやつや。そうですね。スネ夫の強化版みたいな。スネ夫ですら自慢するだけなのに、ばらまくってやばい。スネ夫のジャイアンの用途持ってますね。ハイブリッド
もうばらまくためにだって買ってるってことでしょ多分。いや俺はそのなんか多分集めたくてめちゃめちゃ買ってて、で言って使うのも決まってるじゃないですか。余ったやつは、はい、余ったやつはいらないからみたいな。ばらまく必要ないよね、あげるよね、いいのにね、これ拾わせるのがいいっていう。本当っすよね。逆にでもロケモンで大人ってからもうお金しあった方やん。いや本当に確かに、はい、ばらまいてもそのまま行ったらさ、うん、親の力使って今頃もね金ばらまいてそうじゃん。確かに確かに確かに。なんかさそうなんておかしいわけじゃん。いや全然全然道的にはそうやん、はい、普通に戻ったもん。そっから普通に戻ったもん感覚的には。それはでもやっぱヒカルさんのおかげなんですか。もっとばらまいてるやつ見たから反面教師ね。あ、こういうことかっていう。だけど今のこの年で結構やったらやばいっすけどね。それをやっとるけどな俺は。ヒカルさんはなんか違う意味じゃないですか。まあそのエンターテイメントの年をやってるっていうのはあるけどね、もちろん。それガチじゃやってんだもんね、プライベートでね。そうっすよ。いるよね、多分金持ちでもプライベートでそういうのやってるやつ、ね。まあ、全然いるんじゃないですか。マジで、僕聞いた話だったら、ほんまの大金持ち。マジで、1000億とか持ってる人がやってるのが、なんか、一つの屋敷みたいなところに、はいはい、そいつがなんか玉座に座ってるんですよ、はいはい。で、女の子たちが30人ぐらい来られてるんですよ。それで、それ宣言するんですよ。今から、時間も3時間与えると。3時間の中に、俺が気に入った子には、愛人契約を結ぶね。愛人契約っていうのは月1000万がもらえる。月1000万。そう。もうあとで月にしろお前らって言って始まるみたいな。なんかどちら？リアルバチラ。リアルバチラみたいな。1000万はやばいよね。それでほんまに勝ったでもそう愛人。そう愛人契約だったら。勝つってどういうあれなんですか、バトルの。いやでもお気に入りなんか気に入られるとかアピールするってことじゃん、分かるんですよ。どんなアピールですか。そういう遊び方をしてるやつ見るって。逆に行かない方が良かったりするんだろうね、そういうのね、うん、ね。ほんとその人の気に入ったらって感じ、ね、そうね。だからグイグイ行った方がなんか嫌われる可能性もあるしね。番組にしてほしいよそれね、はい、YouTube じゃなくて。YouTube なしでカメラなしでやってるんだよ、やばい。リアルに、はい、だってその YouTube やる必要もないんだもんね、はい、その人も金あるし。確かにどんなんなんですかね、それ1000万かかってるわけ。そこに来る女の子見てみたいよね。確かに30人ぐらいの月1000万やったらやばい、死に物ぐらいやるんでしょうね。もうだって年収1億よ、はい、1000万はでかいやろ。確かに。いや年収1億確定するわけですもん。何人ぐらいいるんですかね、その戦う人は。30言って何何しろちょっとうんちってこよ。あ、ドラフトはユリキや。じゃあ聞いておいて帰ってこい。確かに。そうですね。それはさすがに、いやいや、置いていこう。でもマジでうんちしたいから。それはいいんじゃないですか。それはいいですよ。マジでうんちしたいから、はい、それは全然友達なんだから、そうだね、はい、うんち自体はいいもんね。はい。計算したな。で、じゃまあ、トイレ、まあ、トイレ多分、そのまま携帯も持ったら30分ぐらい帰ってこないですよ。ドラフトどうしたの。どうしたっすか。あ、まあまあ、大丈夫大丈夫大丈夫、そうなん大丈夫、これじゃなくて大丈夫。まあ、見とこう、ドラフト会今のうちに。あ、確かに。一回じゃカメラ止めて。カメラ止めて。一回カメラ止めて、ドラフト会。そう。嘘っすよ。早く、お腹痛くて。漏れる前に行った方がいいっすよ。そのままですよ。マジで今1位発表ぐらいじゃない、本当に。マジで1位発表ぐらいだと思う、今。5時からです。マジで1位発表してるぐらい。発表してるんですか。いやもう多分発表してると思いますよね。いよいよ1位巡目指名公表、もう今からの話です。やばいやばいやばい、マジでやばい。一回マジで見ないといけない。どうする。始まりました。ちょっとマジで。よいしょ。早川今日4つ来てます。早川、やばい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 。え、これ佐藤、佐藤どこですか。阪神とオリックスだけです。だけ。うわ、まだ引いてない、2番の位置じゃないですか。まだ引いてない、まだ引いてない。早川が4球だもん。早川ってやばい。早川選手はだからもう今年一番の投手って言われて。どういう状況今一体。その6球団に取り合わせ。佐藤が4球団、ソフトバンク、巨人、そうだね、オリックス。うわ、本当に強いチームで争ってるっすね。よし、ここが来た来た。まあ見ましょう。じゃあそれおざす。西村さん、音声聞かせて。音声つかないで。多いいいよ、音声ちょっと見てもらいますよ。見るんすか。お、ちょうど。じゃあ今回ちょっと注目するとこ見てください、佐野さん。いや、山内城のやっぱこの佐藤輝明選手っていう選手がやっぱスラッガー、柳田選手もね、はいはい、気になるんじゃないかって言われてる。もう大学ナンバーワン、まあ、今年のドラフトで一番強いいい打者じゃないかって言われてる選手。これもオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人とやると一番か。スラッガーのチーム欲しいでしょうね。大丈夫、スラッガーかっこいいです。かっこいい。
10年困らないんですよね。10年困らない、それぐらいやばいんですよ。いや、それ言い過ぎだよ。言い過ぎだよ。そんないい選手じゃない。でもめちゃめちゃいい選手。いやー、柳田選手もいるしね。オリックス取ったらマジやばい。オリックスはこの直近でドラフト1勝9敗とか、巨人も1勝10敗ぐらい。巨人全然勝ってないじゃん。そうそう、だから、まあ、オリックス巨人がかなり実は悪い。うわー、マジでやばい。原監督だ。なんちゅうマスク。原監督のガッツポーズ見たいな。いやなめじどうなるよ。ジャイアンツファンとしてやっぱり原監督頼む。オリックス原さん、交渉権を獲得するのは果たして開いてガッツポーズするよ絶対。来い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 原さんのオリックス巨人です。巨人来るぞ。巨人来い、手上げろ。やられてえ、オリックスか。違う、オリックス違う。うわ、阪神。うわ、阪神。阪神。いやー、相馬さんが。矢野さん。地元か。地元だ。阪神。じわっとガッツポーズしましたね、矢野監督。周りを見ながら。じわっと、お前ら違うやろって言ったガッツポーズ。矢野氏ガッツポーズでしたね、さっきの。うわー。オリックスの監督、すぐ左向いてましたもんね。監督じゃない、GM なんだもんね。もういいか。早川見ないですか。見る、見ましょう。早川オリックス外したのに。早川、いや、相馬さん諦めない。早川オリックス誰になるんですか、1位指名。関田選手っていう、その言ってたじゃん。明石商業。明石商業1位にします。俺、テレビで見ましたよ、その人。1位はなくないですか。いや、全然あると思うけど。それか、なんか、シュンペータっていう、なんか山下シュンペータみたいな福岡のピッチャーがいるんですけど、そこをオリックスは外れで1位になるんじゃないかと。それ打者なら。でも早川選手見たいですね。じゃあ見てみます。じゃあ、はい、早川選手特徴も知りたいですね。ピッチャーですか。ピッチャー左のピッチャー。左なんですね。155マックスに。うわ、でも常時140後半とか出すからめっちゃ速い。変化球もいいですか。スライダーがめちゃめちゃいい。切れてる。って言ってたけどね、オリックス外したからね。もう食えるか、多分食べれるんですよ。なるほどね、お母さんね。まあもう慣れたもんよね。なんか負のオーラあったのか。めっちゃ嬉しいんじゃない。いや、でもやっぱ阪神は地元だし、やっぱ人気球団だから、まあまあまあ、幸せになってほしい。ね、阪神のファンとかの人とか今多分めっちゃ喜んでると思うし。その感じも本音言うと悔しい。選手からでもどこで行くか人生変わりますもんね。そうだね、本当にそうっすよ、ね、これ引いたらもう確定なのか。まあ、交渉権獲得ぐらい競技できるんですか。競技したらどうなる。競技したらその指名はなくなるっていう。しかもなくなるっすよ、その、うん、もう。あ、じゃあもう今季は入れないってことですか。あ、もう入れないです。来年とか結構2人頼んだね。でも前さん、あれだよ、痔の手術するか悩んどやん。悩んどやん。結局なんか、うん、その引っ込むときは引っ込むじゃないですか、うん、でもその、待って出てくるっていう。でもこっからさ、何十年間それ悩みやったらさ、今の時早くパッてやったらさ、もう悩まんでいいやからさ。しかもなんかその、やっぱ調べたら痔がずっと出てる状態になったらもうやばいらしいんですよね、症状が。終わりなんですか。いや、終わりじゃないけど、だから手術とかが結構複雑になるというか。そんな一瞬で終わるで。結局だってあんな大体手術って根本的にそういうもんや。麻酔ね、頑張れてね。大変な痛みというよりも雰囲気怖いっていうのが根本じゃない。まあ、シリの一番やばいとこだから普通に。でもやった方がいいんちゃう。痛いし。いやー、確かに見たの。まあ、やるやったらオペにはたくさんあるわ、全員。まあ、そうっすね。それはそうっすね。カメラ入って。まあ、でもやりたいです、本当に。そこはでももうやったらだってもう引っ込むわけですよね。取り除くわけだから。宣言しようじゃん。やるならもう宣言で。ただ医者が結構大事だなと。いや、そんな誰でもできるやろ、自動手術。誰でもできる。絶対メイ。メイっていうほど多分難しくないと思うんですよ。ほんと風邪直すぐらいな感じなの。これ、ね、目のクマの手術だと言われた。これって正直言う場合だとあるんですよ。いや、この手術はちょっとめちゃくちゃ簡単ですと。もう目に見えてるところをシュッてやってそれ取るだけなんで簡単なんですって言われたから、多分字も一緒やで。やります。来た。やります。やるんすか。いや、いいやん。もうやらへんかったら痛いし。いつまでに ?11月。11月にやります。じゃあすごい。でも11月にできんかったら坊主。いや、坊主。ああ、坊主。いや、できんやったらできん。でも坊主ね。何年くらい悩んどんってくらい悩んどんってそうか。でも2、3年前ですかね。もっと前から出てくるスピードというか頻度が多くなったみたいな。何がきっかけなの。やっぱ力んだりとかしてるじゃないですか。しかも出てめっちゃ気をつけて、そしたら半年ぐらい
出なかったんですよ。で気抜いたら出たんですよ。ちょっとした辛いもの食べたりとか、はい、でもダメじゃないですか。来月中に手術ってことが決まったと。はい、いいんちゃう。言います。いいことだもんね。背中を押してもらったって感じですね。あ、そうですね。まあ、やってよかったらどうせなると思うんで。筋トレその一瞬やんだって。絶対治るの決定しようけん。治るか治らへんか分からへんだって怖いよ。確かに。でも絶対治るわけやん。逆にないんや、4人は。でも実ってどんなもんか知らないですね、うん、あ、若いからですね、ロケマサは。俺だって2年前だから言って明治の年ぐらいやから。じゃあ明治もこれから出る可能性もあるんですね。全然ある。俺なんだろう、使ってるけどやっぱなんないから。結構人によってだよね、体質でしょ。使ってるからですかね、環境ね。いや、多分全然関係あるよね、でもね。羨ましいですね、時間ないって。あの痛みやばいっす。じっとしてられないっすね。寝たよ、はい、寝てったら風呂行って寝な。もう回復せへん。ずっと寝とうから、ずっといたわけ、座っとって。よく耐えてたね、むしろ。確かに。すぐ手術したいけど、俺だったらなんとかなるんかなと思って。半年間引っ込んだわけじゃないですか。だからまた引っ込むんかなみたいな、という淡い期待してましたね。また冷麺いきましょう。いや結構食ったな。マジそんな顔しようか。マジさ、めっちゃ食いますね。酒飲んでます。飲んでないっすよ。焼けたんだよ、やっぱ。日焼け、多分日焼けかもしれない。マスクしてました。マスクしとったの。ああ、やばいな。もうそろそろね、自腹じゃんけん。ちょ、冷麺でやってきそうですね。まだロケマサが決めたらいいんですね、今回の。負けでいい？じゃんけんの負けが。勝ち負け。うん。どうするかな。まあ、変えてみてもいいけどな、もちろん。勝ったやつが負けにしてもいいけど。十分は。あ、そうっすね。まあ、男気じゃんけんになるってことですね。そうそうそう、男気じゃんけんしてもいいし、それはもう、ロケマサ決めていいじゃん。時の運やからな、確かにね。わからんで。今回は、勝ちでいきますか。おお。勝った人が払うということで。オッケー、男気じゃんけんね。はい、男気で。まあ、言ってここ、金額し、多分そんなめっちゃ。いや、俺の予想多分3万ぐらいかな。でもマイナスはマイナスやもんな。そうなんだ。あ、そっか、俺ね、反映されるのか。そうね、結局マイナスやな。純粋に払いたくないっていうのもあるし。そうですね。それ払いたくないっすね。純粋に。どうしたの。払いたいっすか。ごめんなさい、ちょっといいっすか。とりあえず、はい、いいっすよ。いい、ごめん、今からじゃんけんっていう、なんかトイレっすか。まあまあ、しょうがないっすよね。多分トイレめっちゃ汚いっすよ。いや、いいよ。僕、あの、やめましたもん、トイレするの。いいよ、別に俺。うちも汚いし。なるほど。そもそもなんで携帯持ってくるんですか。あ、え？そもそも携帯どういうこと。ドラフト。ドラフト見たいから。もうやっといてシードにしょ。ああ、確かに確かに。そうしましょう。そうですよ。じゃあ勝った人が。はい。それ全員出さず一回決めときますか。確かに。抜けるかもしれんし、確かに、分かんない、いっぱいって言われてる。どうする？パー。そんなないやそう。いや、そもそも多分グーか、パー出してきますよ。パー出したらこっち払っちゃう。そもそも多分パー出します。じゃあグー。だからみんながグーだ。グー。よしよしよし。アイコンないか。勝つか負けるか。いやこれ楽しみだな。アイコンありますよ。だってグー出してきたらアイコン。読み切りたいな。俺はグーチョキパーに行ってきますよ。あ、そうです。いやいや、そこだと一発かすがんだよ。これ別に、いや、言うやつとかやるやつ。パッて、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 全然ない。勝ったら一人抜けて。そう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 。いや、最高やけどな、一人行ったら。そこまでやな。順番変えたいですよ。グーパーチョキとかないですよね。最初多分グー出してきて、次チョキ来ないと思うんですよ、あの人。あの人多分グーとパーしか出さないと思うんですよ。チョキのことまだ知らないの。いや、確かにイメージはそう、イメージないんですよね。じゃあグーとパーと言いしますか。でグーで次パー、グーパー、そうですね。そういきましょう。もしアイクラの高い総脈攻略攻略チョキを知らないのこれ一発目チョキの人生笑いますから、ね、お勝てた。あの、来た。たまたまじゃんけんの時間ですよ。はい、すいません。おもろかったですか、ドラフト。ドラフト見れなかったです。見てた、見ようとしてたんだ。あ、電波電波が悪くて見れなかったです。はい、行きますか。はいっす。いやー、マジ怖いな、これ近づきました、ちょっと。確かに緊張するね、やっぱやばいな、いつやっても。じゃあ、そのまま、はい、いつも通りお願いします。お願いします。いきますよ。はい、最初はグー、チョキ、パイ。うわー、マジで怖い。マジで怖い。うわ、怖っ。こんなことある。これは怖い。やばい、マジでやばいな。初めてじゃないですか、ハイコさん。マジやばい、怖いな、これ。最初グッチェキパン。あ、おお、え、おお、受けた、勝ちやから。あ、そうか。怒りたかったけどねっていうやつね。そういうやつ。まあまあまあ、そういう時もあるか。ありがとう。やったー。でも1位2位が消えたとか、これで。いや、そういうことだね。めちゃめちゃ痛いな。じゃあ行きますか。じゃあ行きます。最初はグル、じゃんけん、ほい。おー、なるほど。はい、これでしょ。
おーわーこれすごい。わー残ったか。ちゃんと怒りそうな人たちが残ってる。確かにね、一番安いアンアンでよかったなっていう食べてあるけど、これはもうでも負けたくない、貸したくないか。最初はグッジャケット。おいおーよろ、はい、ここでショッ。うわーうわまあ、じゃあおかけもらえませんか。そうです、結構食べたよ、8人で。あ、そっか、8人だったわ。8人で、まあ、よかった。多分最初のグーめちゃめちゃ怖かったな。確かに、みんな揃ってましたよ。いや、グーじゃんと思って、やばっと思って。確かに、あんなことあるんですね。裏切られたな。ええ裏切られたな。だから、裏切られたなと思って。何が。いや、そんな感じ、裏切られたな。あ、俺にね、はい、うん。えこれやってたかお前ら。そうか、そうだよね、おかしいなと思ったんだよ。じゃあ俺ね、ちょっとなんかおかしい匂いはしてた。本当に俺マイスさんのこと結構好きだから、マイスさんの望遠鏡めちゃめちゃ気になる。なんかおかしいなと思って、なんか緊張するなぁとか、なんか言わなくていいことを言うのよ。そういう時って大体裏がある時で動揺隠してる。そうそうそう、なんかおかしいなと思って。あ、でも一発目アイコン全然あるやん。で、怖いなと思ってて、次どうしようと思って出して、俺と名人に言ってよっしゃーと思ったんだけど、みんながあれみたいな。なんかお前みたいな感じになってたから、うんって思って、え、どういう雰囲気みたいな。あったけど、あれ多分パー出すって流れだったの。あ、そうそうそう、グーパー。そう、グーパーで行くやつが、こう裏切ったんだ。違う、名人ね、裏切ったんじゃなくて、多分間違えてたんですよ。で、終わった後に名人、こういうことか、はるさん。あ、うわ、来ました、やった。やっぱヒカルさんが、え、何もなの。おー、でも、28,000。安っ。安っ。相当食べましたね。全然痛くないっすね。あんま行ってないんだ、あんま。え、こんな食べて。むちゃむちゃ食いましたよ。むちゃむちゃ食った、本当に。お酒とか飲んだらまた別なの。まあまあ、そうじゃん。牛タン塩を20人前食べて7,800円ですよ。安っ。20人前食べてた。1人前400円。やば。マジで大満足だね。確かに。じゃあこの結果によって、ちょっと賞金数一応、1位は変わらず名人で、2位相馬さんで、3位が俺で、俺ちょっと3枚減るだけで、俺と相馬さんの差が入ったって感じで、ロケマスと俺の差が30枚あります。そんなある？筋トレしてる場合やな。じゃあ逆に何すればいいんですか。教えてくださいよ。確かにね。今6番3位だから、なんか6番さんの得意な種目やれるんやけど、次なんか来ましたっけ。サッカーとか野球や飛距離。ああ、もしかしたらロケマサが行くかもしんないね。ワンチャンある。でも一番やばいでしょ。まあもちろんね、一番多分飛ばないでほしい。飛ばし方とかもあるだろう。ヒカルさんぶっ飛んでるね。ないない、ノーマンで行ったらちょっと弱いやん。弾道低いから。弾道で行ったらロケマサが一番低かったけどね、今日ね。ボテボテだった。そうそう、最初渋い人だったもんね。いい人だったけど、よう打てたなあれ、素人やな。いや、あれすごいよ。結構打てへんね、普通あのスピードの球。止まって見えましたね。ロケマサ1打席目打った後のあの調子乗ってたもんね。ちょっと明治にイラついてたもんね。明治の店は全部取ってきました。そうだね、もうノリノリだったからね。楽しかったな。あれ楽しかったわ。やりましょう。そうだね、麻雀とかね。あとね、ルールわかんないわ。明治やる。アプリなら俺もアプリぐらいしかない。肩地味すぎて分かりますよ。肩面白いよね。でもね、そして、まあ、それ分かりそうだと大富豪とかなるんじゃないですか。ああ、そうか。効果したい。効果もいきますね。心理戦やったことない場合やってみますね。はい、というわけでね、今回は野球終えてからの焼肉という鉄板の流れだったんですけど、まあまだちょっとね、運動系何かしらちょっとやっていきたいですね。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。毎回、ヒカル君ありがとうございましたって言った後にさ、俺ありがとうございましたって言わない方がいい。俺動画で見直した時に、あれ俺しか言ってないと思う。どっちか決めない。みんなで言うか、言わないか。で、ちょっとさ、ヒカルありがとうございましたって言ってもらっていい。そしたらみんなで言うパターンもやってみる。そっちの方がなんか気持ちいいかも。だってみんなも感謝してるわけやん。まあまあ、そうっすね。うん。それした方がいいのかなって。わかりました。はい、ということで今回はございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、いいじゃん。メジン言いました。メジンは言わなくていい。メジンは言わないでしょ。おかしいでしょ、言ったら逆にね。明治の襟足どこまで伸ばすのか気になるな。俺カットしたんですよ。ただこれ切りましょう。切ってこれなんすか。え、伸びすぎじゃないか。で名人に、うん、今邪魔なとこあるって言ったらないって言ってます。伸びすぎると肩とか当たらないって。胸ぐらいまでいい。いや新しいっすね。名物おじさんやん。その人多分ビーズとかつけると思う。マジで今日寝れるね。本当試合した後みたいになってますよね、みんな。本当に疲れた。いいじゃないですか、貯金入って。まあね。全然いいんだけどね。
や、マジ賞金レースがもうほんまに佳境やから、そろそろマジロケマス多分勝ってなかったらもう名人に勝てん。もう絶対無理やと。で、ちなみに今回の賞金レースは1位が意味がないから、だって4位の罰ゲームみたいなわけ。1位のみ手に入れれるっていうルールやから。映画やばいな。でも一応年末の追い込みあるんですよね。あるけど、それも結局勝たへんかって意味ないから。1位捨てもらったら結局負ける。でも最下位が有利になるルールとかはない、別特別。今受けたやつは抜けたまま有利な状態で最終レースに入るっていう。ただちょっと運要素があるっすね、ラスト。うん、ボビガンセーダー勝つかもしれないですね。運ゲーになるとここの2人強いからな。手にした賞金をどう使うかもね。それ追ってきたいところだよね、はい、それはちょっと YouTube で終わせてもらいます。 YouTube で使えない賞金は面白くないんで、マジで視聴者は面白くないんで。何に使うんだろうね。でもそのたぶんそこ勝ちたいですよね。したいけど、でも実際自分勝ったら何に使うんだろう。家借りようかな。今は撮影部屋だからさ、に住ませてもらってるみたいな、はいはい、自分の家とかよくないけど。あ、いいっすね。残った金で株とか買って。株は別にいい。株なんで株売ったの。名人はギャンブルやろ、おそらく。行きたいっすね。全ベッドじゃん。全ベッドマジで。はい、それ買った時やばいですからね。1000万ぐらいになるでしょ、おそらく。ヒカル買ったらどうすんの。僕はまだ決めてないです。ロケマスはどうすんの。車か。俺も決めてないっすね。欲しいものもないですし。22歳で欲しいものやばいっす。やばいね。動画するってなったら、やっぱ俺もギャンブル行くんですかね。マジで競馬行きたいですかね。どんなチームだよ。俺のなんか恥ずかしいよ、家から出すって。ちょっと守りがね。ガチで考えちゃってるもんな。あー疲れた今日マジで。野球とんも疲れるの。マジで疲れる。ノックやばい本当に。ユニフォームが疲れますね、マジで。確かに。シャワー絶対浴びたくなるよ、野球終わった後。じゃあシャワー浴びたいもんね。そうですね。帰りますか、じゃあ。帰りましょう。シャー。てん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 て